や、歴史はやめておこう。僕の知識なんて受験のジャン。ねえ、ニカ。はい。受験が終わるまでバイトは減らす？うん、やりたい。受験生はお金がかかるから。俺も金が欲しい。敷金とか礼金分しかない。クジライ様、モアの分減らしてもいいよ。深町は金持ちなのか。家がね。イージーモードだな。それムカつく。そうか。行くよ。はっ、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 知ってた。
かかってくれば。遅すぎ。楽勝。かかってくれば。知ってた。Mai grau de tot. N-au ce o să iei, nu știu. Că mi-aș întâlnit pe metri, ca știi. Hai, băi.知ってた。行くよ。よし。くそ。遅すぎ。よし。くそ。よし。くそ。くそ。くそ。よし。よし。サンゲスメナスポテンティアトラ。吹け。後陣の嵐。マリリン変わろうか。
サンギス・メナス、ポテンティア2、その力解き放て。シェフトだ。楽勝。知ってた。マリン君、うん、はあ、やめろ。かかってくれば。
遅すぎ。余裕。ここだ。サングイス・メナス・ポテンティアと。ふけ、後陣の嵐。楽勝。行くよ。まずいって。待ち受け、はい、はい、ピエル、ゾーン入った、はっ、あれ、ダメかも。あ、よっと、メナスポテンティア2を食らいやがれ。させる、させる。やりやがった。はいはい。え？俺に手を出すな。はっ！しゃ！ふっ！はっ！はっ！楽勝。
ああ、行くよ。知ってた。あのね、マリ、さっきの取り消して。モアの人生がイージーモード、魔法使いの生きづらさは同じだから。でもそれ以外の問題は大抵金いっぱいある。お金はほとんど魔法だよね。もうニカニカ。教会の中に誰かいる。1、2、3人。オフィスバレ、速攻で寝ようと。もう通報され、生け捕りにしよう。もしメアの援軍が来ても人質がいる。どうやる。向こうは投降の勧めだ。だからこっちは、そして最後が難しい。何事も経験だよ。メアです。両手を上げなさい。オールのクジライミチロ。あ、お前ら、知った顔だと思ったら、あの時のガキども。ああ、警告します。私が3数えたらゆっくり動いて武器を足元に置きなさい。1、2。違法魔法行為現行犯。あんたらだって魔法使いだって。遅すぎ。
強すぎ。ほっ余裕。てろ、サングエスメナスポテンティアテロ風景王人の嵐。そんな余裕。楽勝。奥へ運んで拘束しよう。養生艇。応援来ないみたい。了解。人質がいらないならこいつらどうする。僕はそもそも医療技術の割と最先端のね。でも魔法に興味を持ったせいでそれから紆余曲折いろいろあったけど今何？ネットには論文や設計図の墓場があってね、そこをこの3人を操り人形にしちゃおうかと。ええ、ちょっとしたインプラントだね。インプラントってし、そうだよ。どうしてする？クジライ様決断早すぎ。悪いけどその方が集中できるし。見たいけどな。3人相手に大丈夫かな。反撃されるリスクのことなら武器これだけ縛れば大丈夫。今夜は止めてあげられないや。行く。家がないわけじゃないから大丈夫。よかった、ごめんね。今はもう、そうだな、今夜オール式魔法。結局俺はまた寝カフェに泊まった。昼から部屋を探しに行こうとか、ウィザマリスと戯れようとか考えたけど、眠ったり起きたり。久しぶりにあの魔法使いは暗い海の夢を見るか。どうなんだろう。俺はずっとこれ以外の夢を見ていない。5月15日深夜にメア本部内で大規模な戦闘が発生しました。